昔の話は夢があって。あ、何の話？鶴の恩返しだよ。助けた鶴が美しい娘になって恩返しに来てくれるなんて羨ましいと思わない？まあね。もちろん僕だってわかってるよ。昔話と現実は違うって。でもさ、僕も困った動物を助けたことは何度もあるわけだし、なのに一回もないなんてね。何が言いたいの？だからひょっとして、もしかして持ってるんじゃないかと思って。だから何よ？だから自分が助けた動物がものすごく可愛い女の子になって恩返しに来てくれる道具。いくらドラえもんでもそんなの持ってないか。あるよ。動物が恩返しに来るの？来るよ。ただし、いじめると逆に仕返しに来るからね。仕返し？行ってみよう。待てよ。ここ？ドラえもん、勝手にお邪魔します。ドラえもん、あれ自転車が倒れたんだ。よし。かわいい。もう大丈夫。助けたらすぐにこれをやってき。別に何も変わらないよ。いいな、これで。とりあえず帰ろう。え？帰っちゃうの？ねえねえ、ドラえもん。ねえ、本当に来るの？まあ、待ってなって。いらっしゃい。どちら様？誰か来た！ドラえもん、早く早く！何かご用？かわいい！この子が恩返しに来たの？うん。いらっしゃい。あら、お友達？ええ、まあ。のび太くんち初めてで緊張してるのかな。さあ、上がって上がって。僕の部屋はこっちだよ。あ、そう、こっちこっち。ねえ、さっきからドラえもんのこと見てるだけだけど、一体いつ恩返しするの？そのうちチャンスが来れば。チャンス？まあ、それまでどら焼き食べて気長に待っていいやん。あれ？ない、ない、ない、僕のどら焼き。おかしいな。違う、ない、違う、ないな。なんでだ。あった！のび太くんの仕業だな！バレたか。どうもありがとう。じゃあ一緒に食べよう。行っちゃったよ。恩返しを一つし終わったら帰っていくんだ。そういうことか。のび太くん！そうだ！ねえ、今度は僕にやらせて。いいよ。よーし、とびっきり可愛い動物見つけてこようっと。どこかにいないかな。この中に？ひどいことするな。よいしょ。よしよし、かわいそうに。早速これを。こら待て。本当に恩返しに来てくれるのかな。あら、一体誰が逃がしたんだ。あの泥棒猫やっと捕まえたのに。泥棒猫？僕
の部屋は2階だからね。今日は変わったお友達が多いのね。なるほど、泥棒猫か。そうなんだ、道理であんまり可愛くないわけだ。うわ、ずうずうしく寝ちゃった。ロビちゃん、うん、ちょっといいかしら。何？お洗濯場に置いてあったズボンのポケットからこんなものが出てきたんだけど。隠すの忘れてた。ロビちゃん、まったくあんたって子はどうしていつも冷静なの。本当に情けない。しかも隠すなんて。こら、ママに謝れ。いやいや、待って、どこが恩返しだよ。助けるときはやっぱり相手を選ばなきゃ。あ、夕飯のお魚。こら、泥棒猫め、そこを向くな。だよね。何が？だからあのネズミ恩返しに来ないよね。ん？来るわけ。違う、ドラえもんがゴミ箱を倒したからネズミが助かった。つまり君が助けたんだ。まさか。僕は絶対に助けてない、助けてない。ネズミが勝手に助かったんだ。絶対大丈夫、大丈夫。いらっしゃい。そのネズミの子を追い返して。ドラえもん大丈夫だよ、どこから見ても普通の女の子だよ。無理、ネズミは嫌。やっぱり見た目は人間でもダメか。当たり前だ、恩返しはしなくていいから帰ってって言って。帰ってだって。ダメだ、座っちゃった。やっぱり恩返ししないと帰ってくれないんだよ。そんな、ママは泥棒猫に引っかかれるし、魚は盗まれるし、今日は散々だよ。あ、泥棒猫。ちゅ追いかけてた。きっとあの魚を取り返しに行ったんだ、恩返しのために。でも心配だな。何が？ネズミなんだよ、食べられちゃうかもしれないじゃないか。そんなの知らないよ。白状だな。喧嘩してるみたいだ、行こう。のび太くん、あそこ頑張れ。やっぱり猫の方が強いんだ。ドラえもんの手当てをして恩返しするんだね。じゃあ、やだ。恩返しさせればネズミに戻ってもう付きまとわれずに済むよ。だからって手当てなんて絶対に。じゃあ、ありがとう。ありゃあ、そういえば動物変身恩返し薬、確かこの辺に。
おかしいな、どこへやったんだろう。はーい。ありあり。